のりこさま、会見を控える愛子さまに圧力、まことなる人の悪口は絶対に許さない、天皇家逆恨みの内心。SNS では質問内容に批判の声も。ですが、一方で、ツイッター等の SNS では、天皇ご一家や愛子さまを敬愛する方々からも、秋篠宮家を支持している方からも、このような質問内容に批判の声が上がっているようです。 なぜわざわざ愛子様の青年の会見でマコさんのことに言及するのでしょう。これは宮内庁が事前に質問をお断りしてもよかったと思う。またこの件を蒸し返して煽りたい感がします。そもそもそんな質問すんなや。アホか。そんなんやと小室マコ会見みたいに事前質問受けての返答可能なものへの返答棒読みになってまうぞ。それやらん愛子様やから変な質問避けろや。 ワイドショーやないんやぞ。愛子様の記者会見でマコさんの結婚のことなんて質問する方がどうかしてる。もう過ぎたことをなぜご青年の喜ばしい席で聞く愛子様がどう思うかなんてあの結婚に関係なかったでしょ。結婚観を尋ねたいのなら愛子様だけのでよい。そんな質問を許す宮内庁も間違ってると思う。昨年、青年され、今回、 初の記者会見に臨まれる愛子様に対して、こうした失礼な質問をしてしまうというのは、宮内庁記者クラブのメンバーらの、野じま根性や、ワイドショー的な悪ノりの悪しき面が出てしまっているように思えます。とはいえ、記者クラブのメンバーなどは、のりこ様からの圧力はいつものことだといった調子で、それほど気にしている様子もなかったようですね。まあ、もちろん、 このような記者会見の内容に平気で圧力をかけることが状態化していることは、それ自体が大変な問題ではありますが。ともあれ、様々な協議を重ねた結果として、愛子様の記者会見の内容は比較的温当なものとなりそうですね。天皇陛下は、先月のお誕生日会見にて、異例の苦言とまで報じられるほど、厳しい批判のお言葉を述べられたのですが、 マコさんの結婚問題が質問内容に含まれていても、愛子様がそこまで踏み込んだ発言をされることはないでしょう。ご兄弟のおられない愛子様にとって、幼い頃から、マコさんは、姉のような存在でしたから、そんな姉のようなマコさんの結婚を祝福するお言葉を述べられるのではないでしょうか。前室の宮内庁関係者。果たして、実際にどのようなお言葉を述べられるかはわかりませんが、 青年皇族となられた愛子様のお言葉を楽しみにしたいですね。皆さんは、このように平気で他の皇族やマスコミ関係者に圧力をかけられるのりこ様について、どう思いますかまた、このように、のり子様からの圧力に容易に屈してしまうマスコミの姿勢について、どのように感じますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。都の宮様がそんな悪口言うわけないじゃありませんか 天皇皇后両陛下のお子様ですよ。マコやズル人の悪口など言ったら口が曲がります。キコ、自分と一緒にしないでいただきたい。私だったら言いますよ。私が学習院初等科に通えなくなったのはキコおばちゃんのせいだ。私のお母様がご病気になったのはさらばあとキコおばちゃんのせいだ。ってね。歳宮様はそんな風にお育ちになってないから大丈夫です。 おっと。あんまり言ってると私もキコと一緒になっちゃうキコにはもう我慢の限界なので。ごめん遊ばせ。のりコが天皇と結婚していたら即離婚の羽目になるだろう。他にもどんな男の配偶者になってもヒステリーだからひどい目に合わせられそう。ものすごい攻撃的な性格だと思うけど、こういうタイプでものりコや秋篠宮家をひいきめに見ている盲目おばさんがいるんだよ。 美人とか背が高いとかで、ばっかみたい。秋篠宮に将来はないし息子が天皇になれる可能性も絶対になくなった。と思うよ。男系男子絶対派議員が、当選のための周票を意識してのことだとしたら、世論は圧倒的に愛子天皇なわけだから、辻褄が合わない。小室事変からの国民の飽きけダメ、絶対は、神社からの口添えで覆らない。 第一に、ネット上で、流れていた、のりこさとひさ様を都内の発達障害などの専門の病院で見たという目撃情報です。第二に、ひさ様が小学生の頃に、特別支援教育の専門家である竹内恵子先生が運動会の見学に来ていたことです。ひさ様の状態を確認するために、福井大学の元准教授で小児科医の竹内恵子先生が、 久人様の運動会の時にやってきたそうなのですが、この竹内恵子先生は言語聴覚し、発達心理し、そして特別支援教育の専門の先生なので、久人様の状態を観察するために来たのではないかと噂されています。また、この運動会では、久人様が大玉送りで、一人ぼーっと宙を眺める様子も写真に撮られていたため、こうした噂は、 真実ではないかとしてネット上で広まることとなりました。第三に、なる人様が現在通われているお茶の水女子大附属省国立大学法人の附属学校が教育実験校として、健常児と知的障害者が一緒に学ぶ統合教育を試されていることです。そのため、お茶の水女子大学の附属校では、中学生でありながら幼稚園児レベルの授業を受けることもできるそうです。 第三条講師に、精神もしくは身体の不死の重患があり、または重大な事故があるときは、公室会議の儀により、前条に定める順序に従って、行為継承の順序を変えることができる。DNA 検査とセットでお願いします。小学校の綱引き。みんなが一生懸命に綱を引いているのに、何をしたらいいのか、わからず、ぼーっと、突っ立っていた。その挙句に、 綱を引くのではなく、押してみた。クラスメイトは、皆、ずっこけた。敵に味方して、どないすんねん。しかし、お茶の水の子たちは賢いので、何も言わなかった。のりこさんは PTA 会長だし。漢字が書けないなる人くんの答案は、ひらがな、カタカナだけで、電報を見たいらしい。発達障害がなる人の行為継承権剥奪の理由なら、踏み人もアウトでしょ。 知恵遅れだものね。そもそも高頭の血がないのだから、継承権は初めからないのだけど。DNA 検査を拒否しても、不適格者であることは明白。でも、DNA 検査で高頭の血がないことを証明しないと、後続のまま税金を貪さぼるよね。きちんと検査してさっさと皇室から追い出し、今まで貪さぼった税金を返還させないと。絶対に許してはならない。 高輪夫婦も虚偽の申告をした罪で財産没収、おさら、秋篠は国外追放。収監すると、また税金を使うからね。菊類一族は、どうしてああなったのでしょうか。児童がかなり悪いのではないかと。父親と母親のせいで四人、過去は双子、の。お子たちがおかしくなった。薬物使用をマコも含め止めさせないと。 この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。講師に、精神もしくは身体の藤の忠誠があり、と言ってるくらいだから、秋篠を飛び越してなる人を先に天皇にするつもりでいるのか。秋篠宮を飛び越してなる人を先に天皇にすると言っても、肝心用のそのなる人が障害児なので。秋篠宮は帝王学を受けていないし、 自分が上皇の子供ではないことは知っているし、それに実際の天皇の仕事は地味で激務で自分は妻子も全くできないから本当は天皇にはなりたくないし、自分はこれまで道理動物園や水族館などを訪問するお気楽なお遊び公務だけやっていたい。でも兄のことは出し抜いてやりたいし、それにの子も一度皇后になりたがっているし、だから自分が天皇になってもすぐになる人に代わってもらいたいが、 なる人には障害があって天皇の務めを果たすのは無理重感担不。それにいつまでもなる人を報道規制で隠しておくわけにもいかないし。なる人の障害が国民にばれる前に一日も早く秋篠宮家に高等位置を移してしまいたい。そこで連中は障害のあるなる人に代わって将来真子を女性天皇にさせようと途中で計画を変更。見てこがま子様さまでものり子でもなく、 マコを最優先して養蚕を教えていたのはマコが皇室に残ることを知っていたから、マコが将来天皇になって子孫に養蚕を受け継いでもらう立場にあることを念頭に置いていたから自分が元気なうちにマコに見せておきたかったのであろう。だが、すぐに女性、女系天皇を認めさせてしまうと都市宮様が一番の対象者になってしまうため、目障りな都市宮様を連中は同じ在日の手賀のガキもにいじめさせて都市宮様の命を狙わせたり、 秋篠宮家付きの皇宮警察官に年宮様の暗殺を命じて年宮様の抹殺を図る。だが、雅子様が命がけで献身的に年宮様に付き添い年宮様のことを守ったので計画は失敗。そこで見てこと川達は悪知恵を絞り、今度は敗退し運動を仲間に起こさせ、何の日もない当時の皇太子を雅子様の病気を理由に天皇にさせずに秋篠宮へ上位させようと画策。 しかし真面目で優秀で精錬潔白な皇太子様が天皇になれないようなちゃんと国民を納得させられるような理由を提示することができず、結局敗退し運動は盛り上がりにかけ断念することに。すると今度は連中はボケた上皇を利用して生前退位をさせしかもそれを高級化し、同時に天皇の定年制度も作らせて近城陛下を60から65歳で退位させようと格策。乗り子の。 令和は対象よりも短いはおそらくこれを指していたのだろう。あいにく愛全体の高級化には失敗したが、とりあえず実績だけは作ることができた。道子様さまの乳がん上皇号道子様さまの乳がんが公表されました。日本中に衝撃が走りました。特に高齢者の方がショックを受けました。道子様さまは84歳。当院を検診目的で来院される高齢者の方は、 私はいつまで来ればいいですかと質問されます。乳がん検診に年齢の上限はありません、とお話しします。80代、90代でも乳がんは見つかるし、見つかれば手術をします、とお答えします。美智子さまは身を置いてそれを日本国民に知らしめていただきありがたく思います。当初、美智子さまの乳がんは、比較的早期と伝えられました。その曖昧な表現のため、 早期の一期ではなく二期の軽い程度なのだろうなどの憶測が飛び交いました。結果的にはとても早期の乳がんであることが判明しました。考えてみれば当然のことで、診断がついた段階では早期と思われても精密検査をしないと本当のステージは決まりませんし、手術をしないとリンパ節転移のあるなしの診断はつかないために、比較的早期としか表現できなかったのです。 一体誰が手術をするのだろうというのが私の関心事でした。東大病院に入院されるということは発表されていましたが、誰が執刀するかまでは知らされていませんでした。手術直前になって静岡がんセンターと共同で手術が行われると公表されました。この告知によって私をはじめこの業界の者は、誰が執刀いかを知ることになりました。 静岡癌センターの高橋香織先生は以前癌研病院におられ、高明で知識、経験も豊富で人柄も良いという道子様の執刀医として文句なしの人材です。女性週刊誌の報道によると高橋先生は癌研時代から道子用の乳癌検診を担当されており、今回の癌発見も高橋先生だからこそ発見されたほどの早期のものであったということでした。手術は無事済み、早期に退院をされ、 術後はホルモン療法をされるということです。おそらくこの標準治療で乳がんは完治するものと予測されます。一日も早いご回復を願ってやみません。もしかしたらテーミスの言っていた愛子様を天皇陛下へ宮内庁が動き出されていると書かれていた意味はここなのかもしれませんね。わざと宮内庁が久仁様の卒業式にぶつけてきて仕返しをしたのかもしれませんね。 しかも2019年9月7日から天皇皇后両陛下は秋田県を訪問されて全国豊かな海づくり大会にされ初めての地方公務だったんです。その初めての地方公務の日に実は皇后様も体調に支障がなければ同行すると書かれていたんです。これは朝日新聞のいつもの皇室スケジュールに書かれていて今でも記事が残っています。おかしくないですか 体調に支障がなければ同行するって普通はそんなことわざわざ書かないですよね。最初から行く気がなくて潰す気満々だったんですよ。それでエア乳がんの報道をさせて全部報道を持って行ったわけですね。これは報道の人間ならみんな美智子様のエア乳がんを知っているんでしょう。そもそもバスと80って結婚された時は報道されていたんですよね。男性と女性では圧倒的に女性が乳がんになりやすいですよね。 つまりおっぱいの大きさとかも関係ありそうですがどうなんでしょうね。しかも当日見つかってすぐ手術で2日後には退院って普通は手術の1日か2日前に入院して手術後1週間で退院になりますって医者の記事がありますが完全に道子様は嘘をついていますよね。これは道子様の乳がんが嘘だという決定的な証拠ではないでしょうか。 まあちょっと話がそれてしまいましたがこの八幡夫は天皇家はいつも叩くけど秋篠宮家はいつも擁護しますからね。久人様の作文当作も必死で擁護していましたね。引用で問題ないレベルなのに叩かれすぎと擁護していましたね。まあ久人様のことで出てくる記事は何とか擁護しまくろうという記事ばかりですがその中にも真実は隠されていますからね。 例えば、悠仁様の写真や映像でプロのカメラマンのはずが逆光で撮影していたり、いろんな矛盾点がありますが、ちょっとこれはあまり気づかれていない情報ですが、悠仁様って以上に首が長いのではないかなと思います。後位継承順位は第一位でも、秋篠宮様は即位するつもりはないと言えるこれだけの理由。いないものとして考えた方が後位継承についての議論が活発化すると思うのですが、 揺るがせにしてはとうとう先延ばしにしていて、不測の事態が起きた場合にどうするのだろう。と思います。自身がこう言ってるのにわざわざこの大変な時期に多額な国費を使って儀式を強行したことに意味をなさないことかと。ほんと無駄金。こういう配慮もできずにやりたいという欲と自分勝手な行為こそ継承順位者として疑問。 国のことを考えるなら変な忖度せずきちんと継承権について決めるべきだと思う。暗いする気がないのに、大層なタスベロギ氏の例なんて、どうして大金かけてやったのかな皇太子にならないのは、アルバイトができなくなって、アルバイト料が入らないため、辞退しただけ。公務をどんどん増やしたために、皇室と皇室に群がるとんでもないやからとの関係を増やした。公務を担う皇族が減って困る。 変な関係を断ち切るためにも必要最低限の公務だけでいいと思う。秋篠宮殿下は一部の国からほぼ出勤食らってるし国益という観点から行くと天皇になられたら日本にとって損失だと思います。なる人様も作文のことが海外で報道されてるから海外の王族たちから信頼は薄いと思われます。それで海外の王族たちから表面上相手にされても 近所天皇みたいにはいかない気がします。天皇は天皇の落ち筋です。秋篠宮ジップ安在高行氏の可能性はほぼ確実びっくりマーク事実無根なら秋篠宮自身、前皇后、ジップとされる安在高行氏、宮内庁が猛抗議しているはず。ヤフーコメントに DNA と書き込むだけで即少女弾圧する労力より DNA 検査で一発で疑念が晴らせる。 これだけ騒がれながら未だに血筋の証明ができない。ならば秋篠宮一家は安在家の子孫であり一般人です。国を揺るがす大問題です。皇族資格さえないびっくりマーク。皇位継承する気がないびっくりマーク、皇位継承できるはずかないびっ,クびっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク。いつまでもおやむやで済まされる問題でないびっくりマーク。 証明できなければ皇室から去るしかないびっくりマーク。皇族を決して悪く言わないのが高森さんですが、まず秋篠の人柄、陰から石を投げて兄級を貶めることが特技、仕事はしたくないけど形は欲しい、兄級に対する強烈コンプレックスから考えると、兄級に対して早く地位を譲れ、そうしたら自分もさっさと辞退して久人に譲るという赤だらけの気持ちが透けて見えますね。 この現実的ご意見、もっともです。前記事にもコメントしましたが、ついに雑誌テーミスが横田由美子氏の久人天皇を認めるための四つの条件の中に、宮妃の廃避と記した記事を載せましたね。久人を天皇として認めるかは別にして、久人が天皇になりたいなら、国民としては川島かつまり宮妃の廃避により完全に切り離すことがなければ、認めることはできない。もうそこまで来ていると思いますよ。 この高森氏の記事を改めて読んでみました。とても長いので、重要だと思われる部分だけを抜粋転載します。皇太子と冒険の皇子の違いについては、皇室天板の規定を見るとよくわかる。第十一条第二項にこんな条文がある。親王、皇太子及びスベロギ太孫を除く。内親王、王、女王は、やむを得ない特別の自由があるときは、 皇室会議の義により、皇族の身分を離れる括弧内も原文のまま。この条文で注目すべきなのは、皇室会議の議決による皇籍離脱について、適用外とされているのが直系の皇子である皇太子とスベロギフト孫だけである点だ。言い換えると、傍系の皇子は例外扱いされないことを意味する。つまり皇子であっても、傍系の場合は皇室天板のルール上、 皇籍離脱の可能性が否定されていない。秋篠家の皇室離脱、剥奪も、は可能。皇太子というのは、今の皇室天般では天皇のお子様、王子に限定して使われている。お孫様、皇孫なら、皇太孫だ。なる人さんは、皇太孫にあたり、もしどうしてもなる人さんを天皇にしたいなら、 雑誌テーミスが横田由美子氏の言葉通り宮妃は廃避しなければ国民の総意は得られないと思います。それより、むしろ DNA 鑑定を必死とし、秋篠家を拝着しなければ危険です。政府が新たに立案した、立王氏の礼という前代未聞の儀式は、おそらく秋篠宮殿下にとって侵害な行事だったはずだ。皇族数の確保策を検討した有識者の報告書に、現在の、 皇位継承の流れを揺るがせにしてはならない6ページと書かれていたのも残念ながら殿下のお気持ちとはかけ離れていたと言わざるを得ない。なぜ憲法上あり得ない現在の有識者会議の決議が絶対視されるのかも追求してほしいです。秋篠宮に口頭以上させたいがための有識者会議。上皇后、川島一族の皇室三奪だと佐川良子様は去年8月に動画配信しました。 その後、暴漢に襲われ退ぞかれ、上皇後、川島一族の悪事を暴露した高知聖一郎も何度もブログ廃止に追い込まれ中に退ぞかれました。明治維新のテロですり替わった朝鮮人偽皇族の孫、紐の韓国人部、小室慶子とキムサラン、偽皇族時代も、孫にも衣装でオートクチュールのドレスに帽子でも貴品も神々しさも皆無だったが、一般人になったら朝鮮人白鳥、古事記階級、 の先祖帰りしてあっちゅう間に見てくれも、三十歳中年ヤンキー夫婦になった。アメブロシニアジャンルの中杉博先生によるとマコと秋篠宮の本当の先祖は、千葉の朝鮮人漁師、日本の皇族とは全く関係ない。安政孝之さんと永久は、売り二つです。安西孝之さんは、道子さんの妹の亭主です。さらにマコたち偽皇族と親戚の岸田安倍たちは、リノイへ、 という李朝鮮の末裔を名乗っているが、前週総家、韓国では李朝鮮の王族の末裔をこう呼ぶでも何でもない。上中杉弘先生によると、正田美て子が妹の夫の安在というおっさんと浮気して、秋篠宮が生まれたからそっくり、だそうだ。一日も早く秋さんの DNA 鑑定と IQ の鑑定すべきです。長女の IQ もね。バカだからっていばっちゃまずいし、 血筋がないのにイバっちゃまずくないですか秋篠宮の DNA 鑑定が実現するのは、サラババーミテコが死んだ後でしょうね。生きている間は、何が何でも妨害するでしょうから。小室真子さん、ニューヨークでパパラッチの洗礼日用品の買い物を撃写され。各国のメディアが二人の動向を追いかけることが明らかになったことに、ツイッター上では、真子さん、 パパラッチされてるな、アメリカは容赦ないからな。元プリンセスが普通に歩いてるって不思議ストレスは少なそうに見えるけど、幸せに暮らせているのかはとても気になる、単純にマコさんの写真見れてよかったって思ったけど、パパラッチに否定的な意見が多いから、パパラッチって結構やばいのかなって思ってきましたな、心配する声も寄せられていた。護衛がいなくなった途端に道に迷い。 何度も同じところを行ったり来たりし人に尋ねてようやく帰り着いた。という記事もあったな。まあ自由な一般人に憧れていたらしいから本望だろうさ。経済的負担も一般人は自腹だらかな。こちらもそうしないと自由とは言わないぞ。今後の動向に注目だな。一時金は表向きもらわなかった、しかし裏では、 マンションや賃無料からすべてのレールが引かれた人生、公金横領生活多か、ひどいもんだ、決して幸せにはなれない。でも、よく考えると、このお二人は心が貧しく哀れですね。こんな周りの目を気にした不自由な生活が、果たして本当に幸せなんでしょうか。私ならお金をいくら積まれても、こんな生活は低調にお断りします。国民から祝福されて、 身の丈にあった文装王の生活が一番の幸せだと思いますが。まあそういう意味では、マコさんという方は誠に愚かで哀れな方だと思いますね。1。秋篠宮のご体調に関するご懸念が上がっている。トースポウェブ12月10日配信は、今月10日、定例記者会見で小室家について異例の説明要請をした西村康彦長官の発言の裏に、 秋篠宮のご体調への配慮があったと報じている。秋篠宮のご体調への心配は、11月20日、56歳のお誕生日会見の事前収録でも明らかになっていた。会見では、長女真子様のご結婚に関するご発言に注目が集まりました。殿下は、結婚することを認めると述べられ、お二人の結婚は確定的となったのです。秋篠宮殿下が公の場で、 マコ様のご結婚を許可する発言をされたのは今回が初めてでしたので、とにかく記者も緊張してそのお話に耳を傾け続けたのですが、例年よりもさらに解釈に時間を要する発言が多く、全国史社会部記者。最も記者団を驚かせたのが、会見終了後の殿下のご様子であるという。殿下は収録が終わった後、しばらく席に呆然と座ったまま、時折目を左右に振られ頭を抱えられたり、 ささやくような声で息通りを表されていたのです。収録時の落ち着いたご様子とは一転した雰囲気に、記者団は騒然となりました。やはり、肉体的にも精神的にも限界を迎えていることは事実なようです、当然。秋篠宮にのしかかる時期天皇としての重圧。代替わり以降、殿下が睡眠導入剤や、 SSRI といった交付安剤を服用されていることは複数の週刊誌により報じられてきた。週刊新潮2019年5月16日号は、秋篠宮は真子さまのご結婚問題などでご新労を重ねられ、すっかりおやつれになられたと報じている。秋篠宮殿下のこうしたご新労に関して、宮内庁 OB の高知誠一氏は、眞子さまのご結婚問題が大きく関係しているでしょう。一方、 次期天皇としての多大な精神的プレッシャーの影響も少なくないようです、と話す。代替わり以降、特にコロナ禍で、天皇陛下と皇后雅子さまは医療現場で活躍する人々だけではなく、子供や障害者など社会的に弱い立場にある人々と積極的に交流の機会を持たれてきました。人々へ寄り添う自然体なお姿は、国民から絶大な信頼と尊敬を得られています。 両陛下はとても仲が良く、愛子様もそうした両親のもとで健やかに成長されていますので、国民にとっては天皇家の姿は大きな癒しとなっているのです。